オットワーズ、チケットオーバービューオットワーズ、アンスリング、エイリクエストオットワーズ、サーチインファクスオットワーズは、オープンソースチケット、リクエストシステムの略で、会社や組織や団体が受け取った個々の質問とそれに対して、会社等が行った対応の履歴をチケットと呼ばれる単位でまとめて管理できる、オープンソースのソフトウェアパッケージである。 オットワーズによって発行された全てのチケットは、それに関連する履歴や事象が共に保存され、表示できる。似たような事例のチケットをまとめて管理できるため、一つの不具合が多数の顧客に影響し、似たような問い合わせを大量に受けたような場合に、対応を管理するのが格段に容易になる。またマルチユーザーシステムであるため、複数のオットワーズの利用者が同一案件に、 対して同時に対処でき、受信メッセージの確認、整理、回答といった対応をすることができる。Ottowers はスケーラブルであり、1日に何千ものチケットを扱うことができ、同時に操作できる利用者の数もほぼ無限である。日本語ウィキペディアを含めて、ウィキメディア財団の各プロジェクトも外部からの問い合わせ等にこのシステムを利用している。Ottowers は、 FAQ の文を作成、編集、検索するための統合された機能を持つ。利用者はチケットに関連する回答の中に FAQ の文を埋め込んでもよい。o アー s は w e ブブラウザから操作されるので、利用者のコンピュータ等のオペレーティングシステムが何であっても Web ブ,ブラウザさえ動作すれば操作ができる。会社等の関係者以外のものが o r ー s にアクセスし、 チケットに情報を追加できるようにすることもできる。Ottwars は、機能の骨組みを提供する。例えば、ドイツの BSI という組織が使っている、シリオスというシステムは、Ottwars を元にして作られている。Otrs.org のプロジェクトは、マルティニ・エデンホーファーによって、2001年に創設された。Ottwars は、現在全世界で2万回以上インストールされている。 オットワーズは開発当初よりプログラミング言語パールで実行されている。ウェブインターフェースは JavaScript を使うことでユーザーにより使いやすく作られている。オットワーズの異なる機能面は再利用できるバックエンドモジュールとして実行されている。したがってオットワーズシステムの機能面を拡張するために自分のモジュールを書くことが簡単である。 ウェブインターフェースそれ自体はダイナミックテンプレートランゲージと呼ばれる独特のテンプレートメカニズムを使ってシステム出力データの表示を容易にしている。最初、o ッ d s はーズは、マスコールデータベース上でのみ動作した。後に p o s t g r e s ル、オ l ク Oracle ス、DB に Microsoft SQL サーバーのサポートが追加された。o アーズは Windows 上だけではなく数多くの Unix や Unix 系プラットフォーム上でも使える。o ッ d w ー r システムの能力は Apache HTTP サーバーのための Mod p ー r を使うことやデータベースとウェブサーバーシステムを分けることにより高めることができる。これによって大量の同時操作者や大量のチケット数をこなすことができる。Unix や類似の環境では o d d w o r は メール転送エージェントのポストフィックスのようなシステムプログラムやメールフィルターのプログメールと親和性高く動作する。ありがとうございます。